そんなパキパキ。あ、そんなすぐ反映されない。どうも、東京挫折組でーす。まーす。今日の企画は、あずきバーを快適に食べよう。いやー、そろそろね、暑くなってきて、あ、まあそうですね、ちょっとアイスなんか食べたい時期になってきましたね、はい、もう。そうですね。そこで今回はね、はい、これ、あずきバー。あずきバー、うん、懐かしいですね、なんか。そう、美味しいですよね。まあ、定番の。この小豆バーって、はい、めちゃくちゃ硬いで有名じゃない。だって、この小豆バーで釘が打てるんじゃないかなんて。僕、ちょっと思ったことがありまして、はい、この小豆バーを、はい、硬さを全然感じずにね、こう、スル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 食べれたら、はい、もう小豆バーをもっと美味しく食べれるんじゃないかなと思ったわけ。そこで今回は、いろいろな方法で小豆バーを食べていくと。あ、ちょっと工夫を凝らして、ね、そう、工夫を凝らして、もういろいろご用意して、はい、とりあえずね、やってみなきゃ始まらんちゅうことで、はい、早速やってみよう。じゃあね、ちょっととりあえず、はい、まず普通に食べて硬さを見てみましょう。いただきます。あ、かっか、硬いですよね。硬い、硬い、これっていうか、本当に硬いけどうまい。ちょっと想像以上するストレスですもんね。ストレス、ストレス、これマジで硬いから。はい、まず最初に僕が用意した方法はこれ、お湯。ああ、このお湯をちょっと口に含んで、で、あずきバーを食べつつ、こういく感じでいけば滑らかに食べれるんではなかろうかという。だいぶ忙しいです。いや、だいぶ忙しいけど。それではいきますよ。はい、まず含む。おお。あ、いいペースですね。あ、すごい。そんなパキパキ。あ、そんなすぐ反映されない。うん。あ、早い早い早い。あ、そんなスピード感で。うん。ただ、一気にまずくなる。あずきバー。本当ですか。なんで、お湯本当に関係あるのかなっていう気持ちで来た。俺の歯の強さなんじゃないかな。ポテンシャルが、一回なしでやってみても。あ、なしでやってみても。はい。なるほどね。いけてるじゃないですか。お湯関係ないですね、これ。びっくりするぐらい、関係なかった。成功か失敗かで言うと、これも失敗。あずきバーを快適に食べるやつ、こちら、ドライヤーになります。うん、ちょっぴり汚いんですけど。汚いね、なるほど。熱風を味方につけて、味方につけて、あずきバーを程よくしてくれるんじゃないかという。ほら、なるほど。やってみたいと思います。はい、あー、なるほど。まだ時間が、まあまあ、まだダメです。今のところ髪を乾かしてる。やばい。あー、いいよいいよ、やばい、いいよいいよいいよ。お、すごいすごい。あ、結構早めに効果が。あ、やばい、あ、やばい。あ、すごいすごい。おー、めっちゃいい。おー、こっちめっちゃ、あ、鼻血を回したりしないと。なるほどね。ちょっとなんか水手が、こっちがめっちゃ、あー、確かにめちゃめちゃ食べやすくなってる。はい。おー、いいじゃない。ガツガツいけますね。でもずっと目つぶってんだよね、もう。顔が熱いよね。これ夏食べるんですよね。これ夏食べるよ。内臓が大きい。いいですね、これ。冷房効いた部屋でドライヤーがながら確かに。何がどうなってるんだっていうね。ただめちゃめちゃ食べやすいです。確かに。じゃあよかった。じゃあこの方法は、これはいい、成功。ああ、なるほど、よかった、成功だ。はい、それでは、はい、最後に用意した小豆バーを滑らかに食べる方法はこちら、ガスバーナー。大丈夫ですか。ガスバーナーで小豆バーを炙って溶けて落ちてくるから食べ方も違うんですね。そうそうそう、それを赤崎が受け止めるみたいな。じゃ、とりあえず梅ちゃんにね、はい、バーナーをやってもらって、はい、うん、ちょっと一緒メガネ外します。はい、じゃあ梅ちゃんね、着火していただいて、はい、はい、強い強いで、赤崎さん、そう、掲げていただいて、はい、あ、いいじゃない。あざ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 あ
何何何ちょうど入りましたけど、おうローゾクのローが垂れてくるアイスだよこれ、アイスちょっともう一回やってみないと、うん、分かんないよ、熱いっていう意味がよく分かんないもんだって。じゃあもう一回いくよ、はい、おいしく食べれてる、もうおしるこっす、おしるこ熱いおしるこ、これを食べればいいじゃないですか、これをなんでわざと垂れてきたのを食べるんだよって少ねえし、これで意味が分からない、それじゃあ普通に食べていい？お、あ、冷たくなってる、余裕で食べやすいと、はい、すごいな、効率の悪いことしてたから、うん、考えなくても分かりますこのバーナー作戦自体はでもじゃあ成功か失敗というとどっちなんだろう。いや、まあ柔らかくなって食べやすいっていう意味では成功です、ね、なるほどね、はい、じゃあ成功でいいのかな、さっきの間違った例ですねいや、美味しく食べれましたね。いや、おかしいですね、やり方だからもうでも、そのドライヤーと、バーナー、はい、まあ。バーナーも、まあ、こう、炙ってこう食う感じで。あ、食べるのを食べるのはおかしい。これはぜひ、この方法で皆さん、はい、この夏は、あずきバーの方、たくさんね、食べてください。今回の検証結果、あずきバーをバーナーで炙ると、熱い。